カーシー博士の Please Understand Me 2から紹介させていただいてるんですけど、 Being Calm、 ここの表には穏やかとありますが、はい、ご指摘で冷静の方が合ってるよ、はい、しっくりくるしっくりくるらしいので、まあ、冷静、はい、NT は常に冷静でいたい、ざわざわしてないわけじゃないと。ざわざわしたくないんじゃないですか。そうですね、はい、ざわざわしてるらしいんです本当は、はい、でもそれをコントロールできると思っている、コントロールしようとしている、している、はいはい、だから冷静なんですよ。これを冷静にコントロールせねばみたいな感じじゃないですか、はい、で、まあ、タイプの違いで言うと、うん、SP はそれを望んでいる、ざわざわ楽しいねって、ざわざわが楽しい、ざわざわこそが、はいはい、で NF はざわざわには乗っちゃえと、はいはいはい、熱狂乗ってけって行こうぜってざわざわするなら、はいはい、うん、でも SG はどうなんでしょうね。懸念してるんですよ、ざわざわ、ざわざわ、これは嫌なことが起こる前兆かもしれない。準備せねば、はい、動かねば、はいはい、で NT の人は冷静に、冷静に、はい、っていう違いがあるよとカーシーは言っています。でその違いを見ていきましょうねっていうので、今日はトラスティングリーズン、信頼しているのはレーショナルズ NT にとっては理性だと、はい、リーズン、リーズンを理性というのか、まあ、理由、理由理屈なんですかね、うん、ちょっと訳がまたいい指摘、いいものがあれば指摘してください、はい、理性じゃないかもしれない、理由って書いてあるのでリーズンって私の知る英語では、はい、合理主義者が無条件に信頼する唯一のものは理性であり、他のものは特定の状況下でのみ信頼しますと。したがって彼らは直感を時折信頼し、衝動についてはもっと信頼するのは少なく、名目上の権威には完全に不信感を抱きますと、はい、初めから不信感なんですね、はい、権威だからって信用しないよってことなんですね、はい、名前だけだったら、名前だけだったら理由があって分かっていれば、うん、その権威は権威に値するものとして見るかもしれないが、権威だけなら信用しないってことですね。なるほど。これら全ての中で唯一合理主義者はこう言います。理性だけ、リーズンだけが普遍的に永遠であり、その法則だけが議論の余地がないとされています。このため合理主義者 NT は、人々が一緒に論じれば最も難解な問題ですら解決できる可能性があると当然のことと考えている。ああ、要は合理主義者は、人々が一緒に論じれば最も難解な問題ですら解決できる可能性があるって、それは当然だと思っている、うん、合理主義者であるトーマス・ジェファーソンがバージニア大学の憲章を書いた時、彼はこう主張したと。ここでは教育は人間の心の無限の自由に基づいている。ここでは真実がどこにでも導くかどうかを恐れず、理性がそれに立ち向かう限り誤りを容認しない。もう何を言ってんだろう。もう一回言いますね、すいません、分かる人には分かるのかな。ここでは教育は人間の心の無限の自由に基づいている。ここでは真実がどこにでも導くかどうかを恐れず、理性がそれに立ち向かう限り誤りを容認しない。ジェファーソンのビジョンは、伝統や慣習に拘束されないアイデアの自由な競争であり、人間の心の範囲と理性の法則にのみ制約された研究でした。これにおいて彼は典型的な合理主義者だった。他の気質よりも合理主義者は新しいアイデアに注意を払いますが、それが意味をなす限り、つまり論理的である限りですと。しかし合理主義者は理にかなっていないアイディアにはほとんど我慢がなく、論理の一貫性の基準を満たさないどんな議論にも影響されないでしょうと。違うんですよ、はい、カーシーは言うんですよ、うん、NT と SJ はほど遠いって、はいはい、要は SJ というのは権威を信頼する人、うんうんうん、だってルールだから守れ、まあ、実績みたいなとこですよね。そうですね、はい、なのでこの NT っていうのは、いや権威って、うん、その論理的に、その論理的というか権威である理由がなければそれを
権利と認めないから、はい、多分カーシーは一番対極と言ったんですけど、うん、はい、僕がこれを読むと論理を超えるスピリチュアルなものがあるって信じてる人からすると、はい、いや何にもかもが論理じゃないじゃんって。逆、あ、まあ、だから NT 的に言うと、はい、スピリチュアルを解明できる論理があるはずなんですよ、はい、なるほどね、はい、そこは一足飛びにはなんかブラックボックスで、はい、そのブラックボックスを解明できるはずじゃないですか。ピョンって飛んじゃダメなんですね、そこ飛びたくないんじゃないですかっていう理由なんですね、はい、うん、次、はい、ヤーニングフォーアーチベイメント、憧れ、ちょっとヤーニングじゃないか、読み方違ったらすいません、はい、憧れは達成だと。合理主義者 NT を理解するために覚えておくべき最も重要なことの一つは彼らが達成を切望しているんだと、はい、これら見かけ上冷静で、瞑想的なタイプが強い願望を持っていないってみんな考えてるかもしれないが、穏やかなその冷静な外観の下には彼ら自身で設定したどんな目標でも達成したいっていう切望があると。もう目標とか切望ってちゃんと書き分けてます、はい、切望があるんだと。合理主義者は知識を習得することを好み独創的であるありたいと考えているが、彼らは達成しなければならず、その切望は決して完全に満たされることはありませんと。達成への because なぜなら達成への上が彼らを常に追い詰めるため、合理主義者は仕事を通して生きています。彼らにとって仕事は仕事であり、遊びもまた仕事です。 NT を怠惰に追いやることは最悪の罰となりますと。寝てていいよって何もしなくていいよ、これは罰だと、はい、なるほど。ただし合理主義者はアーティザン NSP ですね、はいはい、アーティザンのように行動の喜びのために働くわけでも、ガーディアン SJのように仕事が提供する安定感のために働くわけでも、理想家 NF のように他人を助ける、人から人に喜んでもらうっていうために働くわけでもないと。 NT 合理主義者は目標を達成するという一心の欲望で働いている、はい、実際プロジェクトに関与すると時間とエネルギーのコミットメントを制限することにはためらいがちであり、できるだけ制限しないようにすることさえあると。残念ながらこの段階で彼らは自分自身と他者に対して非常に要求が高くなり、基準を過剰に設定しストレス下でかなり緊張することさえありますと。 NT が選んだ分野で注目すべき成功をしばしば収めるのも頷けることですと。続きます、はい、達成の渇望と今度は書いてあります、はい、上渇望が合理主義者をこのように食らい尽くすのは、それが彼らにますます高度な知識とスキルを求めるからであり、これは彼らが喜んで受け入れる挑戦ですと。これを苦しいと思わないんですね。これはシンクレア・ルイスが才能ある若い科学者を書いた小説アローズ・ミスで説明しているようにですと。引用です。アローズ・ミスは自分の没頭した層を貫通した時、彼が羨むこともない力も知識もありませんでした。彼は所有物に対してはあまり欲張りではありませんでしたが、あらゆるスキルに対しては飢えていました。したがって彼らの忍耐力のために合理主義者 NT は一生の間に非常に広範広い分野で使用することのないないと書いていませんでした。使用することの少ない多くの熟練した行動のレパートリーを収集する傾向があると。これは彼らがスキルを獲得するアーティザンとはかなり異なっています、はい、SP アーティザンはスキルを行動の機会、はい、チャンスとみなし、うん、使用されなければ意味をなさないのに対し、はい、NT 合理主義者はスキルを
実際に必要な時まで磨き上げ、その後は予備に持っておくための能力とみなしています、うん、SP さんは、はい、それが楽しい、楽しいからやってるんだ。楽しいチャンスですよね。これを使いこなせるようになるのはチャンスですよ。 NT は？ NT はいつか使える、役に立つかもしれないですよね。役に立つかもしれない、うん、あ、自分のこの渇望する目標に対して、目標に対して予備ですよね。これは、はい、合理的に考えて必要だ、はい、やっておくべきだ、はい、っていうのが非常にたくさんあるんですね、はい、でこれやっとこう、これやっとこう、うん、これやっとこう、これやっとこう。スキルなんで大体どっかで役立つわけじゃないですか。まあどっかでつながったりもしますしね、はいはい、何かをするときに役に立つものですよね、スキルって。はい、はい、多分僕には多分その辺が全くないので、はい、そういう考え方が、はい、あ、分かりますよ言ってることは、はい、なんで、まあ、プログラミングスキルを身につければプログラミングができるわけじゃないですか、はいはい、で何かをやろうと思ったときにはそれは役に立ちますよねっていう感じですよね。で SP はプログラミングをしようと思ったからプログラミングを勉強するみたいな感じですよね、はい、何かがプログラミングで何かが作りたいっていうところからスキルを作りたいなんですよね、はいはい、この合理主義者は自分自身に多くの達成を欲求しすぎて自分の基準に適合することが難しいことがあると。 NT たちは一般的に自分が行っていることは、not enough、はい、十分ではない、はい、って考え常に失敗の瀬戸際に立っているという感覚に取りつかれていますと、うん、苦しそうだね。あ、苦しくないのか楽しいのか。楽しいかどうかは瀬戸際だね。あ、それを冷静に見てるんですね、はい、瀬戸際だ、瀬戸際だ、タイトロープだ、はい、でも私はこれをこなせるはずだ、達成する目標があるから、はい、そのためには何かのスキルが必要だみたいな。なるほど、はい、今回は彼らの達成が十分ではないだろう、今回は彼らのスキルが十分に優れていないだろう、今回は確実に失敗するだろうっていう瀬戸際にいる、はい、またさらに悪化させることに合理主義者は達成の基準を徐々に徐々に引き上げがちであり、彼らの最大の成功の水準にバーを設定しますと。彼らの裁量よりも劣るものは平凡で判断する、はい、大変に得た勝利、大変の末に得た勝利が単なる受け入れ可能なものの新しい基準となり、普通の成果は今や目標を達成できていないってみなされるんだと。達成したものが、はい、その時の僕にはもう違う違うと、ちょっとずつやっぱりバーが、はい、達成した瞬間にもう上がってるんでしょうね。達成した瞬間それはもう普通のことじゃないですか。噛み締めようよ。達成したから新たな目標ですよ。なるほど、これはもうできる。なるほど、はい、NT たちはこの達成のエスカレーションから自分自身を解放せず、常に自己疑念と将来の失敗の気がかりがつきまといますと。はい、なるほど